今年の12月に香港に帰ってまた出頭をしなくちゃいけないんですけれども、今、まあ、香港に帰らないということを決めました。もう香港に戻れない、多分一生戻れないということを決めましたね。うつなとあと PTSD などいろいろなって、本当に香港にいた3年間もう何もできなかったんです。